喜びなんだってことに、気づくことができました。おかげで僕はクリスチャンになることができました。本当に神様の本当に御業を伝えられることを今すごく嬉しく思います。マリティさん、支配され力づけられる状態も御言葉によって分かるんです。ここに来てくれて本当に感謝したいなと思います。はい、ありがとうござい日本。使いよう日本。